い、皆さんどうも橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、メンテルスゾーン工業流第4番の解説を始めていきたいと思います。今日は第1楽章5回目353小節目から475小節目までを解説していきます。353小節目からは再現部になります。でボーイングをおさらいしておきますと、最初はダウンアップで、その後もダウンからの指順で弾くようにしてください。ここまでピアノになりますので、音量の出し過ぎには注意していただきたいと思います。でその後358小節目のポジションですが、ここは今のようにハーフポジションの第一ポジションを中心に取っていただいても構いませんし、あるいは D 線1本で取りたいのであれば、あえて第三ポジションを跳躍してディスとアーを2、4とこちらで取っていただいても構いません。382小節目から403小節目までは短くなります。で最初から弾きますと、ポジションはお好みで取っていただいて構いません。今のように上で取っていただいても構いませんし、音程に自信のある方は今取っていますようにこの D、A、R、このように第3ポジションを使って取っていただいても構いません。もう一度396小節目から弾きますと、こちらで取った場合は最後401小節目から3小節間のフィス、ハー、ギスを第2、第3の中間ポジションを使って1、1、4、こちらを使って取っていただきたいと思います。404小節目からアルフになります。でここのボーイングは当然最初の普天使ボンボをダウンで、後半をアップアップと弾くようにしてください。でポジションは今のように開口を使っていただいても構いませんし、アーセンで押さえてこちらで取っていただいても構いません。412小節目以降のボーイングは最初ホルテになりますので、ダウンで弾いた後、次は414小節目メゾホルテからディミネンドになりますので、ここはもう一度ダウンで弾き直しを行っていただきたいと思います。ここまで弓順で弾いた後、再びホルテになりますのでダウンで弾き直しを行い、順で弾いていただいても構いませんし、最後424小節目の時はディミネンドになりますので、先ほどアップで弾きましたがダウンと弾いていただいても構いません。その後長い休みがありまして、453小節目から始まります。ここのボーイングはダウンから入って、後半の8分音符3つはアップからの指順と弾くようにしてください。ここまでボーイングはこのような形となります。それ以降も同じですね。ここまで同じ形になります。で460小節目のボーイングは次の小節のチスまでをダウン一組で弾いた後、ここから弓順で、ここまでを弓順で弾いた後、462小節目は逆弓になりますので、アップから入ってダウンアップという形になります。もう一度前から弾きますと、この2小節間のボーイングはこのような形となります。で463小節目が1つのスタイルになっていますが、ここは1小節単位で変え弓をして、1小節単位でダウンアップと弾いていただきたいと思います。続いて467小節目から4小節間のポジションを説明していきます。最初の D は開口を使って、で真ん中のフィス・ハーは1、1と取ります。で最後の D は第3ポジションを使って4で取っていただきたいと思います。最初の2小節をゆっくり弾きますと、この2小節間はこのような形となります。で469小節目から2小節間、ここはその前の D を第3ポジションで押さえていますので、ここからポジションを変えずに A をアー線で4で、 G を D 線で1で、チスを G 線で2と取る形になります。で最後の A は第4ポジションを使って4と取る形になります。ゆっくり弾きますと、この2小節間はこのような形となります。最後471小節目からのボーイングはダウンから入ってもオーソドックスに弓順で弾くようにしてください。で最後475小節目は5弦の音域の D が出てきますので、4弦の方はこの D だけオクターブ上げて弾くようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分は第一楽章の冒頭の再現部分になりますので、もうそれを思い出していただければ問題ないと思います。
で特に467小節目からの4小節間はここもあの難しいフレーズになりますので、まずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。